こんにちは。私は NSG のナビリンです。この動画ではライブ観客のためのライブ会場での流れをご説明いたします。観客者は入場時に感染症対策のためマスクを着用し、検温・消毒をお願いいたします。お名前を申告し、パンフレット・投票用紙・筆記用具などをお受け取りください。ライブ会場では審査委員席、出場者席以外の空いている席にご着席ください。なお、来場者数により立ち見もあります。ご了承ください。オープニングは MC の挨拶から始まり、審査委員の紹介、特別ゲストの演奏があります。コンテストの出場順は当日9時で抽選し、その順番で演奏されます。各組の演奏終了ごとに審査委員より総評があります。すべての出場者の演奏終了後、観客者は全組の中から一番いいと思った一組を投票用紙に記入し、投票してください。投票用紙は会場係が回収いたします。審査の基準は各審査委員の採点数の合計点と観客者の投票数の合計点を足して、得点の高い組が優勝となります。得点が同じ場合は審査委員長に委ねられます。集計の間、2番目の特別ゲストの演奏があります。集計後、各審査委員が感想を述べます。MC よりグランプリ受賞者が発表され、グランプリ受賞者から感想をいただきます。当日ライブ配信されており、 MC の挨拶とともに配信が終了します。配信終了後、表彰式のセレモニーが行われます。 NSG 主催者より表彰状、優勝トロフィーなどがグランプリ受賞者に授与されます。セレモニー終了後、 MC よりエンディングの挨拶があり、終了となります。会場係の案内とともにご退場ください。ライブ観客のためのコンテストガイダンスでした。なお、ご不明の場合は当サイトのお問い合わせでコンタクトしてください。お疲れ様でした。